さあミドルです。前田選手からのミドル、3.6。5.0 で前田選手先行のゲーム。さあ前田選手先行のゲームスタートですね。今日はあのレッドブルさんの計らいでインナーフィニッシュを最初に成し遂げた選手に一ケースレッドブルを送らせてもらいます。やっぱりインナーフィニッシュ、レッドブルフィニッシュってこうあの夢がありますよね、はい、見せ場ですよね。なのでレッドブルフィニッシュ頑張ってください。上につけると18に行くんですね、梶田選手。さあここロースコアで大きく削りたい局面ですね。さあここもロースコア。ナイスアレンジですね。トリプル絡めて266取ってきました。まあ梶田選手もねここ100取って270という数字作ってますね。もう一本60、285、266残り。19から行っての20、20、あもう一本行くんですね。え、で20に戻る。ナイスですね。ナイスナイス。ここは本当に今のアレンジはナイスアレンジですね。はい。19から行って19トリプル、そして20に戻る。この辺はね、あのもう本当好き好きで99取って170でもいいし。さあ130残り、これは20から。そしてダブル決まらず、ナイストライ。さあここ60から、そしてもう一本、ナイスコア。135取って91残り。対する前田選手アレンジからの8ダブル、やっともったいない。11ダブルにね入ってしまいました。14トリプル。さあ下に入れてアレンジまでですね。11トリプルに入れて、さあ好きなダブルは残忍チョイス、梶田選手残忍チョイスですね。さあアレンジからの8ダブル、ここはしっかり決めたいですね。
決まらず。You require 32. さあ、しっかりと3本目で決めてきました。レッドブルフィニッシュ、決まらずからのバーストミスっていうのがね響きました。前田選手、さあブレイクした梶田選手先行のゲームスタート。本当に柔らかくね、滑らかに梶田選手投げていきますね。ワンフォーディスタート。60から、そしてビークラン、この140はもう見事です。さあここでしっかり上がり目を出してきます。161というね上がり目を出してきて、ナイスアレンジ。このアレンジもすごいですね。アレンジ前田選手はねこうスティールダーツ熟知してますよね、上手です。本当さっきのね266アレンジもね、要するに、96点取ってくるっていうアレンジで96点をしっかり取ってきてっていうことですよね。だから19からいって76取って20で170っていうね見事なアレンジですよね。そういうねそういう意識づけって本当に大事ですよね。だからソフトダーツでもですねそういうこうアレンジの展開しながらってことが要するにこうなんだろうアレンジのをつけることによってこう落ち着いて冷静にダーツができるってことにもつながると思うんですよね。乗ってきましたね。24ブレイクからの前田選手14ブレイク。じゃあここもね100取って241、60取った281はトリプル2本。
2本絡まないといけないで、まあ本当にこれ注文通りですね。100取って241、ナイスアレンジですね。241、これどういくんでしょうね。20、もう1本、そしてこれもう1本ですね。ナイスキープですね。いや、うまいです、前田選手。ナイスアレンジですね。270という数字を作ってきましたね。トリプルからいく、もう1本来る、そしてここはブルー15ですね。15に行きました。まあ15に行くってことはもうセーフティーなアレンジですよね。まあその梶田選手もあの点差が離れてるので、さあこの46いい数字でですね、トップ狙うならトップと、あ、ここで残に行くんですね。まあそのシングルなので、シングルアレンジなのでね。ただこの例えば10狙って、サブ6残り、そして、6に入っても例えば20残りとか、そういうこうあのセーフティーないい数字なんですね。6と10がつながってるので、なので46残すっていうのはこのそういうことかなと思ったんですけど、でも前田選手ほどねスキルがあれば、あ、決まらず。前田選手のスキルがあれば、あの、まあ、14で残2っていうのも全然 OK な感じですけどね。さあナイスアレンジ。ここは18いって167っていう数字を残してきました。上がれる数字ですよね。内からの 4W。 167残り。19からいって3に抜いた感じですね。トリプル捉えて20、18、これはアンラッキー。さあ104残りに対して8残り、前田選手、さあここ決めたいですね。前田選手64進出です。あー、いたたたた、あー、ティップが折れちゃった。そこでコンドルティップ、有効成分ちょうどいい硬さが硬すぎない最適なティップを実現してくれる。へー、ちょうどいいコンドルティップ。